レナの部屋。俺の名前はカズキ。休みの日は部屋に引きこもってアニメを見たり漫画を読んで一日過ごすのが最高だと思っているただの社畜だ。あー面白かった。早く来週にならないかな。そういえば今日は漫画の発売日だった。よし今から買いに行くか。陰キャなので友人はおらず趣味だけが生きがいだったが別に困ることはなかった。ただ一つを除いては。いらっしゃいませ。やっぱり今日もいた。毎回睨んでくるんだけど俺何かしたかな。ただ一つ困っていることは人と話すのが苦手なことだ。普段はコンビニにも寄らないのだが漫画の発売日だけは必ず寄っていた。これ620円になります。ありがとうございました。店員さん綺麗な人だけど不愛想で怖いんだよな。俺とは別世界の人種だ。キャー、どうしよう、ほんと好きなんだけど。今日来ると思って一日シフトにしといてよかった。仕事終わりに通う時間は大体同じだし、休みの日にたまに見かけても上下ジャージだったりするし、今まで観察してきた感じ女の影はなさそうね。このまま少しずつ距離を縮めて仲良くなる作戦は順調。また早く会えないかな。ただいま。はあ、今日も疲れた。おかえり、カズキ。リサ、来てたの？うん、来てたの。カズキを癒しに来たんだよ。この人はリサ。親戚のお姉さんで、たまに実家に遊びに来ている。いい人なんだけど、昔から俺のことをおもちゃにして遊んでいるのが困ったところだ。忘れてた。今日は新刊の発売日だった。ちょっとコンビニ行ってくる。それならついでにナプキンも買ってきて。は？ナプキンよ、ナプキン。持ってくるの忘れちゃったのよね。ナプキンってまさかあの生理用品のことか。あんなものを俺に買いに行かせるなんてまた嫌がらせか。いやだよ、あれって結構種類あってわかんないし。ああ種類なんて適当でいいよ。使えればそれでいいから。何でもいいのか。あれってそんな適当に選んでいいものなのか。結局リサにご了承され、俺はしぶしぶとあれを買いに来た。いらっしゃいませ。来た。今日は最新刊発売日だったから絶対来ると思ってシフト入れといてよかった。ふふ今日も漫画とジュースかな。これ漫画とジュースと。ちょっと待って、何よこれ。あの、これ間違ってませんか？え、間違ってませんけど。え、でも、間違ってると思いますけど。つらい。俺生理用品なんか買ったから変な目で見られてるよな。間違ってませんから早くお会計してください。はい。まったく何だったんだ。確かに俺なんかが買うのはおかしいかもしれないけど、あそこまで否定しなくてもいいじゃないか。なんとかお会計を終えて店を出ようとした時、ふと気になって振り返ると店員さんが震えながら涙を流している横顔が見えた。泣くほど気持ち悪がられたのか。散々だ。早く帰ろう。はあ、あれを買うってことはそういう相手がいるってことだよね。絶対にいないと思ってたのにショックだな。何が、このまま少しずつ距離を縮めて仲良くなる作戦は順調よ。全然順調じゃないじゃない。っていうか手遅れよ。はあ、こんなことならもっと早くアタックしておくんだった。もうダメ、バイトなんかやってられないよ。買って帰ったってことは家に彼女いるってことだよね。相手はどんな人なんだろう。可愛い人なのかな、綺麗な人かな。きっと優しく抱きしめて優しいキスとかするんだろうな。やだ、そんなの嫌だよ。他の人となんて考えるだけで頭がおかしくなりそう。私だけにして、私だけのものになってほしい。やっぱり諦めるなんてできない。今すぐ止めないと。ただいま。ほら、買ってきたよ。カズキ、買ってきてくれてありがとう。俺にチューしてあげようか。バカにして遊ぶなよ。店員に変な目で見られたんだからな。カズキは本当に可愛いな。お礼のハグね。
やめろって。来ちゃった。あの女が、あの人の彼女。何よあの女、あんな胸を押し付けるように抱きしめて。早く離れなさいよ。あんな下品そうな女より絶対私の方がいいのに。どうにかしてあの人を私のものにしなきゃ。あ、こっちに来るかも。ちょっと離れて、散歩行ってくるから。はあ、リサはスキンシップ激しすぎんだよな。俺で遊びやがって。あ、さっき俺がナプキン買って泣くほど気持ち悪がってた店員さん、なんでここに。気まずいから一回戻るか。いや、戻ったらまたリサにからかわれるし。ちょっとこっち来て。え、あの女が彼女なの。やめときなさいよ。私の方があなたのこと好きだもの。だからあの女と別れて。ちょっと待って、何の話。全く話がわからないんだけど。だからあの女じゃなくて私がふさわしいって言ってるの。あの女ってリサのこと言ってる。違う、リサは彼女じゃないよ。リサは親戚の姉ちゃんだよ。え、あれはリサに頼まれて買ってきただけで、俺は彼女とかいないし。本当だよ。私なんて勘違いを。もういいかな。それじゃ。待って。それじゃ私と付き合ってくれない。いろいろ勘違いしちゃったけど、あなたのこと好きなのは本当だから。え、俺てっきり嫌われてると思ってた。可愛い子だけど、でもいきなり付き合うなんて。とりあえず友達からってことなら。あの後ラブと連絡先を交換し、頻繁に連絡を取り合う仲になった。お仕事お疲れ様。あんまり無理しないで、疲れたら甘いもの買いに来てね。私は今からバイト行ってきます。それじゃあ帰りに甘いものでも買っていこうかな。ラブは初めこそ不愛想だと思っていたが、メールでは可愛らしい様子を見せてくれていて、本当にこんな美少女が俺のことを好きなのか未だに信じられない。正直、陰キャコミュ障な俺なんて遊ばれてるだけじゃないかと不安に思う時もある。でもラブは俺と話したことをよく覚えていてくれたり、紹介した漫画やアニメを必ず見てくれていて、話していてとても楽しい。それに忙しい俺の負担にならないように連絡は控えてくれたりと、献身的な姿に次第に惹かれ始めていた。これ一つ差し入れ。やった、ありがとう。今日バイトが終わったらラブの家でアニメを見る約束だけど、女子の家に行くのなんて初めてだし緊張するな。いやいや、今日はラブに告白するんだ。ちゃんとおしゃれしていかないと。ラブを待たせるわけにはいかないから、余裕を持って早めに行こう。向こうで漫画でも読んで待ってよ。それじゃあ俺出かけてくるから。あれ、なんかカズキおしゃれしてない。ねえねえ、どこ行くの、誰と出かけるの。別に誰でもいいだろ。気になる、教えてよ、私焼いちゃうよ。もうやめてってば。ほらどいて、行ってきます。お待たせ。こっち来て。もう気まずい。ラブ、ずっと黙ったままだけど何か怒らせることしたかな。リサに絡まれて時間ギリギリだったけど、バイト終わる前につけたし。あ、もしかしてラブも緊張してるとか。考えたら俺も余計に緊張してきた。それじゃあ DVD 見ようか。ちょっと待って、ラブ。私今日とっても楽しみにしてたの。大好きなカズキとやっとデートできるんだもん。なのにカズキはあのリサって女と出かける前にイチャイチャして。なんなのあの女は。私のカズキに慣れ慣れしくするなんて、私ずっと聞いてたんだからね。聞いてた？一体どうやって。それはもちろん盗聴器とか GPS でカズキのことは何でも知ってるんだから。盗聴器 GPS？ リサはただの親戚でたまに勝手に家に来るんだ。そんなの信じられないわ。あの女、私のカズキを狙うなんて。排除しないと。待ってくれ、排除って。本当に何もないし、ただの親戚だから。じゃあこれにサインして。
本当に何もないならできるよね。婚姻届け。そう、これで私とカズキは永遠に結ばれるの。エイラ、早くサインして。サインしてくれたらあの女よりもっといいことしてあげる。これ使ってみたいでしょ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。